はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、今日もアンチャーティーと海賊ゴール最後の飛行の方をねやっていきたいと思います。一応ね、プレステ4またはプレステ3の方でねゲームタイトル50日まで やっていこうという企画を立ち上げてやっております。今はウーでね歌われるようになっておりますんで、もしよければそちらの方も見てください。あとね、ツイッターアカウントの方じゃなくてあとね、ドラゴンクエストヒーロー2の方もね やっておりますんで、もしよければそちらも見てください。ではやっていこう。うん、こっちか。こっちか。行ってみようか。あ、違うっぽい。ああ合ってたんや、こっちで分かってねなんで踏んでる場合じゃないんやけどで、相変わらず火薬好きやの、爆発好きやのお前ちらは。ナディーンの方か。マジかよ。いや、歴史上のものをこうやって爆破するわ、ほんま神経、その神経やばからほんま。じゃあ先進んでいきますか。ならば、あれこっちが、ん、あれこっちが、あれ違う、分かってなかった。うん、爆破したとこから入っていくという。しょうがないか。うん、で信じるけれども、おお、財布だらけ、えらいこっちや。おい、マジか、マジか、一つぐらい持って帰ろうぜなんて言ってな、バチ当たりそうサムはどこだ。ああ、ほらそこだ。サム、落ち着け、生きてるよ。こいつのせいで死ぬとこだった。俺はサムと逃げる。いや、ダメだ。レイフ、宝はくれてやる。だから邪魔しないでくれ。嘘をついてたんだぞ、こいつは。ご立派だが断る。さっさとここから逃げないと、みんな死ぬんだぞ。そりゃ違う。どうするナディ無事でよかったな。そいつから銃を奪ってくれるか。渡して。本気で信用してるのかなあ。うるさいね。おい、お前何のつもりだ。ネイト、ナディは俺のパートナーだ。俺はパートナーを裏切らない。ほら行け。だがお前とサムは初めから俺が寛大なのをいいことに俺を出し抜こうとした。そのツケをここでなるわな。そうな、うん、ばっかりよ。その銃をよこしな。ナディーン、同じことを言わせないで。うわなるほど、こうなる。自分がどれだけバカなことをしてるか分かってるのか。あれを見な。
なに、ふざけるのはやめろ。何すんだよ。いいから見て。分かったよ、骸骨が2体だ。だから歴史のことは詳しくないけど、それが誰かは私にも分かる。おう、誰のか。エイブリーとテューダ殺し合った。そりゃ結構。それで宝に取り憑かれた者は皆報いを受けるのさ。俺たちを置き去りにする気か。私は行くよ。どうなろうと知ったこっちゃない。ナディン待て。じゃあね、レイフ。ナディン、おい、ナディン、ふざけるな。さっさとドア開けよ。レイフ、もうよせ、うん、ほら手を貸せ、みんなで逃げるぞ。いや、ダメだ。それじゃダメだな。サムを助けたらドア開けるの手伝うって。お前ら兄弟が息をしてる以上、たとえこのお宝を持ち帰ったとしても、その喜びを味わうことはできないな。え、頼むから落ち着けって。フェンシングの練習は外でしろよ。レイト、いいから黙れ。え、嘘。おい、レイフ、こんなのマジでイカれてるって。ある男が言ってた。ネイサン・ドレイクはイカれた男どもとシャングリラへの道のりを争った。なんだよ。ネイサン・ドレイクはルブアルハリ砂漠で失われた都市を発見した。レイフ、一緒にここから逃げるんだ。ネイサン・ドレイクは伝説の黄金の像を発見した。おい、おい、レイフ、やめろ。ネイサン・ドレイクは伝説だ。そいつは俺が殺してやったけどな。おい、レイフ、お前が俺を嫌いなのは分かったって。でも人がどんなに評価しようと、お前はクズ。いいか、クズだ。どうしたね、これ。邪魔をするなと。マジでどうしたらいいん。よいしょい。よいしょい。よいしょい。ありがとう。おだよ。俺は。おお、ここで連打すか。マジか。連打苦手。それを。連打苦手な方。しがないトレジャーハンターの追い漏れペテンシングごとき。無理やって。割れてたまるか。やべえ。うん、暴れよ、ネイト。え？え？嘘？あらま。え？どうなんの？あ、嘘。え？どういうこと？どういうことこれ？俺は全てを犠牲にしてきた。エイブリを探し出すためだけにな。すげえ連打してるよ今。死がない。えらいこっちを枕。追い漏れペテンシックの時に奪われてたまるか。あらまねえ。よっしゃい。ああ、間に合った。お前の大事なお友達もすぐにお前の後を追うさ。構えろ、クズ野郎。しゃべりな。で、どうすんの。え、さっきテレサじゃいいんだろ。面白く、うん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 、すごいよ、姉ちゃん。えい、せい、うん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 。なかなか。いいかげんにせえ、こいつらほんまに。ほらほんま。ほらほんま、いいかげんにせえよ、お前は。ほんまに。ほんまに、ほんまに、いいかげんにせえ、お前は。おお、マジか。はい。
まに鋭角にせえほんまに。お前はな多分これ連打連打連打かと思った。でも、お前はしつこいねマジめっちゃ重いよ。オッケー、うまい。またか。痛い。せい。ほらあんまり鋭角にせよ。またこれか。それこそ伝説のネイサン・ドレイクだ。分かった、参った。もういいだろう。俺はサムを連れて逃げる。連打に疲れた。勝手にしろ、コウさんだ。またこれかよ、もう。いいかね、どんなに強がっても本当のお前は古代妄想を抱えた惨めなガキのままだ。しかも剣もろくに使えない。あばよ、ネイサン・ドレイク。ネイサン、危ない。あ、間違えた。どうしたらいい。面白くない悪いやつだ。それでこそ役がある。あ、ちょっと待って。おい、ちょい、何の苦労もせずに欲しいものは。あ、もう何年何回もこうなんで、こうなんの疲れてるって。ちょっと、ちょっと、ごめんね。これも全て俺がもらう。宝が欲しいんだろう。ほら、やるよ。どうだ。うわ、すげえ。おお、生きとった。ほら、今助けてやる。ダメ、重すぎる。もう一回。無理だ。もう一度だ。もうやめろ。そら、姉さん。そう、姉さん、聞いてくれ。俺はただお前と宝を見つけたかった。黙ってろ。俺たち成し遂げたんだよ。もういいんだ。いやだ、絶対に何とか。姉さん、行くんだ。絶対に方法が。早く行け。あるはずだって。方法なんてないんだ。いいか、姉さん、頼むから生きて帰るんだ。いやだ。姉さん、ここは地域を吹き飛んじまうんだぞ。そうか、そうだよ。何やってんだ。いいから見てろ。おい、聞いてるのか。頭低くしろ。行けたんちゃう？よかった。
ト、ネイト、ほら、もう大丈夫。怪我は？いや。サリー聞こえる？いたわ。どこだ？ここよ。なんとか生きとった。よかった。よかったよかった、ほんま。俺もはーやな、ほんま。めっちゃ連打した。うん。連打ゲームあんまり得意じゃないけど。じゃあこれで全部か。ああ、そのはず。残り物は好きに売っていいよ。本当に乗っていかないの？ここ数日きつかったから、気の利いたサービス付きの飛行機でゆっくりしたくてね。それにエレナと積もる話もあるし。だろうな。もう夜中に突然電話してくんのは勘弁してくれよ。ありがとう。元気でな。連絡しろよ。次は俺がビールおごるよ。忘れんなよ。そしたらウサギが逃げ出ししまって、校長のベッドがウサギのあれだらけになっちまったんだよ。おい、ちょっと待って、何の話してんだ。ネイトがマジシャン目指してたって話。おい、サム。芸名あったの？あ、言えよ。ハンサムネイト。なんだよ、間違ってないだろ。まあ腕はそこそこだったけどな。はいはい。ねえサム、ありがとう。あなたと会えて本当によかった。握手？え？そうじゃなくてこうだろう。あのバカなこと頼む。任せて。じゃあすぐ行く。いい子だ。かわいそうにお前に惚れてる。悪いか。なあ、寒さえ良ければ。嬉しいけど大丈夫だ。なあ、もし迷惑かけるって思ってるのだったら。そうじゃない、違うんだ。まあ少しはそうだけど。なんていうか、お宝を見つけりゃ気が済むと思ってた。でもな、その反対で今なんていうかこう虚しい。わかるよ。どんなにすごい冒険でも終わってみれば虚しさを感じる。それに時には何かを諦めないといけないこともある。俺はまだ冒険し足りない。それに古代都市は他にもあるんだろう。ほっとくなんてもったいない。残しといてやったんだよ。気が利くな。おっと、車だ。ああ、サム、成し遂げたろ。ああ、そうだな。来い。もう無茶な真似はやめてくれよ。ほら、さっさと行けって。ある。うん。で、サリバン、次はどうする？うん。そういや、こいつに巻き込まれる前、ちょっとした取引に関わっててな。取引ね。うん。危険なのか？ああ、確か何人か織田仏だ。そりゃ勤務だな。ちょうど無所帰りのいい人材がいるって話最近聞いたんだけど。そいつは信用できんのか？そこそこ。ボルトガル語は？コンドセオマリドボルタルパラカザ。意味は？旦那はいつ帰ってくる？上出来、来い。俺の分の葉巻は？調子に乗んなよ。
じゃあまあ一応ねシーン変わったんでここら辺でちょっとね終わってまた次この続きからねムービー見ていきたいと思います。ではねご視聴ありがとうございました。一応ねチャンネル登録&Twitter アカウントの方ねもしよければフォローお願いします。ではご視聴ありがとうございました。